バスは伊藤さんの設置がスタートしました。秋田県は秋田市からのエントリーです。レッドゾーンラン3位がスタートいたしました。さあ最終のコーナーへと帰ってきたのは菱谷克行選手のインテグラ。さあ残りは左コーナーから立ち上がったところでゴールをしました。タイムの方は1分48秒63は惜しくも2番手タイムとなっております。1分40秒52、何事もなければもう少しタイムが上がったものと思われるけど、もう少
久さんには届かず2番手タイム40秒後には久さんに届かず2番手タイムとなっております。さあそして現在コース上の伊藤久選手1本目のタイム1分39秒76となっております。斉藤春夫選手が39秒51でしたので、ここまでの争いが楽しみだと思います。